Hello， 大家好，欢迎收睇 Gameplay HK， 又系我俊啦。咁继续玩刀剑神域虚空幻界嘅。咁而家咧，我哋就要去揾一揾阿斯隆，同佢倾下偈，究竟有乜嘢事会发生咧？あれは、おい、シノン。あら、キリト、ちょうどよかったわ。あんたを探していたのよ。以为咁啱嘅。俺を？戦闘に関して少しアドバイスをもらおうと思って。俺がシノンに？今さら教えられることなんてあるかな？まだまだあるわよ。今聞きたいのは砂漠での戦い方よ。砂漠か。確かに足元が悪くて戦いづらいし、地の利はモンスターの側にあるからな。はい、咁应该点样打呢？ええ、それでアドバイスはもらえる？もちろん。それじゃあどこかに座って話そうか。其实都几奇怪嘅，沙漠除咗热之外咧，原来个地形系会影响行动噶咯。そうね。いつものカフェに行きましょうか。オーケー。あ、でもそういえばこの前マーケットのさらに先の裏路地にもカフェを見つけたんだよ。あまり知られていないせいか客もほとんどいなかったし、そこなら落ち着いて話せると思うぜ。好唔好味嘅先？裏路地？大丈夫なのその店？おかしなところだったりしないわよね。大丈夫大丈夫。覗いた感じだと普通のカフェだったからさ。わかったわ。そこに行きましょう。咁你都系倾下点样玩啫，点解要咁神秘呢？よし、それじゃあ案内するからついてきてくれ。どうだ？そこまで変な店じゃないだろ？呢度平时唔系我哋休息个旅馆嚟嘅咩？喂。確かに雰囲気は至って普通のカフェね。問題はメニューの方だけど。メニューは俺も見ていないんだよな。どれどれ。どうやってめこごはいややみん。没落貴族が望んだ執念のマリネ。なんだこの料理名は。大家见到呢个名嘅时候咧，谂谂都系啲咩嚟？我完全想象唔到咯。呢、这个热炮咧，我谂系同泡菜有啲关系嘅。こっちのも気になる名前ね。朽ちた漁村のカルパッチョ、復讐のクリームソース仕立てですって。喺一条腐朽嘅渔村入面，点解会有鲜肉片出现嘅咧？嗱，肉片应该系指牛肉、猪肉嗰类咁嘅嘢啊。なんというか恐ろしい名前ばっかりだな。かなり悪趣味。味の想像も全くつかないし、食べたら状態異常になったりしないわよね。可能会中毒啦、肚痛啦咁样系嘛。ここは県内だし、その心配はないだろうけど、それにもしかしたら冒険に役立つバフが付与される料理かもしれないぞ。何かは起きそうよね。でなきゃここまで意味深な名前を料理につけないでしょうし。どうする？試してみるか。但是食完之后会触发任务呢？ここで試さないのも気になるものね。覚悟を決めて頼んでみましょう。よし、じゃあ行くぞ。すいません。ご注文をどうぞ。私はこの高慢の海に浸かる女王が食した孤独なリゾットをお願いします。哇，长度啊，浮沉于高傲之海的女王所品尝的孤独炖饭。咁即系话呢个应该系炖饭嚟嘅，但系入边有啲乜嘢咧，完全想象唔到嘅。俺は従属する豚のソテー、永遠のへつらいを添えてをください。嗱嗱，呢个就知系啲咩嚟噶？呢个应该系食猪肉嘅。かしこまりました。少々お待ちください。それであんたはなんでその料理にしたの？いや、豚のソテーが食べたいだけだけど。シノンはどんな理由で選んだんだ？嗱，同人个方向都 OK 嘅，因为起码知道嗰道菜入面咧有啲乜嘢。但系究竟阿斯隆嗰度系咩嚟嘅咧？你完全想象唔到嘅。高慢と孤独ってのは気になったけど、女王が食べたのなら高価な食材を使ってそうでしょ？なるほど、いい読みかもしれないな。但个售价贵唔贵先？何にせよ、来てからのお楽しみね。あ、さてと、本題は戦闘に関してのアドバイスだったよな。ええ、砂漠のような地形でどう立ち回るか。
普段あんたが気をつけていることでも、最低限のテクニックでも、何でもいいから教えて。俺が普段注意していることか。梗系带得够唔够水啦，上次去沙漠啊，全部回复药都食晒，因为觉得口渴嘅关系。啊，もう料理が来たわよ。发到咁样，佢哋用微波炉叮噶。お待たせしました。こちら、高慢の海に浸かる女王が食した孤独のリゾットでございます。そしてこちらが従属する豚のソテー、永遠のへつらいを添えてでございます。名前からは考えられないくらい食欲をそそる見た目と美味しそうな匂いね。わお、有冇想睇先？こっちもうまそうなソテーだぞ。これなら味も間違いなさそうね。いただきます。死啦，会唔会甘肉其外败水其中嘅呢？どうだ、うまいか？ねえ、とても美味しいわね。そんなのもわからないの？メスや。え、そんなのもわからないってどうしたんだ急に。何がよ、身の程を知りなさい。だからその言葉だって。え、この下僕。搞咩呀喂。なんなのこの声。ひざまずきなさい。同我跪。俺にはシノンの声に聞こえるけど。叫我做雷王。私じゃない。そんなのもわからないの？私は何も言ってないわ。身の程を知りなさい。喂、救命啊，精神分裂啦而家。どうやらシノンの声を模した合成音声が喋った後に、つまり語尾として付加されているらしいな。その料理を食べて得られるのはバフじゃなくてデバフだったのか。高慢の海に浸かる女王、孤独のリゾット、察するに呪いの料理ってとこなのかな。諗即係話呢，食完呢度饭之后就会变成呢个高傲之海嘅女王。もうどうしてこんなことに。この下僕ちゃんと治るんでしょうね。ひざまずきなさい。哎呀，救命啊，你可唔可以踩我啊？或者踢我都 OK 噶。なあ、バフやデバフと同じで一定時間で自然治癒すると思うぞ。喂，咁啊，同人食住完嗰个咩咩咩魅惑嘅猪之后会点咧？あんたといるといつもこうね。そんなのもわからないの？案の定おかしな店だったじゃない。身の程を知りなさい。ごめん。まあ治るまで根気よく待つわ、この下僕。はい、すいません。俺にできることがあれば言ってください。思ったんだけど、あんたの頼んだ料理にも同じような効果があるのかしら。ひざまずきなさい。同我跪低。你呢个奴才。どうだろう。あんたにまで変な語尾がついたら、いよいよ会話にならなくなるでしょ。そんなのもわからないの？だよな。俺は食べないでおくよ。梗唔得啦，一定要食啊喂。ええ、それが賢明だと思うわ。身の程を知りなさい。喂，点解讲嚟讲去都系得嗰几句嘅？それで、どうする？一応話の途中ではあったけど。我慢するから話の続きをしてちょうだい、この下僕。わかった。語尾は無視して、ひざまずきなさい。砂漠での戦い方だよな。やっぱり俺が普段注意を払うのは足元かな。そっか、行動が制限されるものね。そんなのもわからないの？喂，你个真系接得好正喂。砂に足を取られると回避行動がワンテンポ遅れるだろ。だから最初からそれを計算に入れて動くんだ。なるほどね。身の程を知りなさい。まあ口で説明してもすぐに身につけるのは難しいよな。ここで実践して見せられたらよかったんだけど。你唔系谂住而家咁嘅情况之下咧，出去沙漠冒险啊嘛？そこまでは期待していないわよ、この下僕。ここでできることと言ったら、ひざまずきなさい。
おい、今のってわざとじゃないよな。お答えよ。違うわよ。そんなのもわからないの。偶然タイミングがあってそれっぽいフレーズになっただけよ。身の程を知りなさい。わざと語尾に合わせてないか。ひょっとして楽しんでいたりしないよな。お答えはないよ。なんで私が楽しむのよ。この下僕、言いたくもない言葉を勝手に足されるのはいい気分じゃないわ。ひざまずきなさい。だよな。そんなに気になるのならやっぱりあんたも食べてみたらどう。そんなのもわからないの。咁究竟食唔食好咧。いや、さすがにそれは。でもよく考えたら出された料理を食べないのってもったいないわ。身の程を知りなさい。不如咁啦，其实咧，我觉得应该好好味嘅。阿同人你咧就不如盘死试下啦，最多都系讲啲奇怪嘅说话嘅啫。それはそうだけど。お腹も空いているだろうあんたに言ってるのよ、この下僕。でも俺まで変な喋りになったら訳がわからなくなるって。咁样先有趣噶嘛，大佬啊。それなら、あんたがすべきことは一つね。ひざまずきなさい。嗱，我觉得斯隆呢个一定系有心嘅，如果唔系点会咁样搏落去嘅啫。斯隆，冗談よ。そんなのもわからないの。いや、やっぱり楽しんでいるな、斯隆。诶、喂，喂，冇噶啦，喂。唉，唉，咁好啦，我哋玩多阵先，睇下会唔会有啲咩特别嘅后续啦吓。咁今集咧，我哋就嚟到呢度先，下集继续。多谢各位收睇，拜拜。